あのさ6月になりましたね。まあなりましたね。まあ1回目のおつもりで言ってるけど、昨日の含めてテイク2だったら録音が失敗するっていうまさかのやつなんですけど、まあそれの原因が完全に分かりまして、そうパソコン側のね、一つ目に入力する有線デバイスみたいなやつがあるんだけど、その設定がミキサーの方になってなかったっていう、本格的な事故ですね。事故です。事故だ。事故です。事故です。多分ちょっと前にディスコードでやったのが原因だと思われるんだけど、アプリじゃない方の PC 版でやって、それで入力するんで、やーだこうだよとか、そのせいだと思うんだけど、完全に失敗しましたね。多分今日は撮れてると思います。はい。はい。ちゃんと撮れてるはず。ってことで、ゲストが2人います。そう、昨日は聞いたんだけど、ちょっと今日お休みってことで。一人不在で。一人不在で、うちだけ常連みたいな。動揺するんだけど。ってことで、今日は、キーちゃんと、ジムくんに、ジムナクティクスくんと、キーちゃんに来てもらってます。はい。はい。じゃあ、ジムくんから、軽く自己紹介。はい。ジムナクティクスです。7とか YouTube とかやってます。イェーイ、はい、イェーイで、キーちゃん。はい、キーです。だいたい寝てるか歌ってます。よろしくお願いします。イェーイ。イェーイ。でも休日はそうかな。寝てるかな。寝てるんだ方が。そうで、このラジオで初めて YouTube やってる人とコラボするっていう、はい、お前に見るだいたいキャス初心者の人をなんかターゲットしてるとこあるけどうちのラジオそうなってるんだけど、そう初なんだよね YouTube は意外に、そう意外に本当にね、昨日話しちゃったから話す内容がどうしようあ、全く同じ内容ちょっと言っとく。同じ内容言うの同じ内容って言ってももう昨日のこと覚えてないよもう。うん、全然覚えてない。もう完全忘れてる。そういう感じのね、もう元々そういう感じの趣旨のラジオだからね、確か。作業 BGM として聞いてくださいっていうラジオだから。はい、聞いてください。ね。1時間ぐらいあるやつ、まあ今日は30分だけですけど30分だけですけど、本当にもう回を追うごとにつき長くなってきてるかのこのラジオ最長で1時間半撮ってありましたけど長いラジオが長い。しかもその時には生配信でゴタゴタだったから、ね、生配信でやった回が一番成功した回が1回だけあるんですけど、他は全部失敗してるんですけど、まあ多分ね、ある回をディスってしまうことになると思うんですけど、出演者がやる気がないとかそれ大体アーカイブで生放送のやつ追ってったら大体見つかるからそういう生放送の回がありましたよって、まああんまダダ調べで今後は生放送やんないと思います。多分大体失敗する、大体失敗するから。ああ、なるほど。だからね、まあ、しょうがないんですけど、最近って言ってもさ、だって普通に学校とかでしょ。そうだな、学校。金曜日でイエーイって言ってる最中でしょ多分。実際明日も学校だ、イエーイ。土曜あるやつね。土曜あるやつだ。ですね。
もうあるやつか。そう、もう昨日も言ったけど、土曜日学校あるやつだ。昨日思い出したわ。昨日その散々言われたことを思い出したわ。うんうん。休み。そうそうそう。金曜日に収録してんだけど、今日金曜日だと、うん、木金土日休みだ。もう本当に編集ばっかり。そんなに休みあるのが羨ましい。でもね、そっから先は土日休みだけだから。うん、で結局土日はきっちり休みあるんだよね、うちのところ。なんか土日土曜日潰れたりとかがない、一切。ああ、それがいいよな。2日ちゃんと休みだから。祝日土日両方潰れるからさ。あ、祝日休みじゃなくても、うん、そうそう、乗り切れるって感じだね。土日絶対。ああ、なるほどなるほど。その代わり朝早く起きるから大変なんだよ。朝早いのは無理だ。本当に6時ぐらいに起きるから。やば。大学生の俺は6時。6時に起きて二度寝して7時半ぐらいに起きる。ああ、いいな。いいな。やばい。生活リズムがぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃやね。そんなぐらいかな。そんな感じかな。そんな感じだな。まあ、ちなみにね、ちょっとこの前のあらすじをちょっと話しておくと、この前は色彩心理というものをやったんですよ。覚えてる？さすがに覚えてる。覚えてる。覚えてる。で、色彩心理の結果、まあちょっと、うん、本当は実際にリアルタイムでわーってやりたかったんだけど、まあ収録ミスしたので、うん、ジムくんが紫で、そう紫、そうで、キイちゃんが灰色だったはず。そうそう、そう、ちゃんと覚えた。大体それでミスることを言うからさ。で、紫はとても繊細で想像力豊かなロマンチストとか、より高貴で美的なものを求める傾向があるとか、そういうのが出ましたので、グレーのキイちゃんは優柔不断で自己中心的な性格と。自己中か。自己中っていう結果が出て、クールでおとなしい人と見られることがある。感情はあまり表に出さないからっていう理由であるらしい。意外にやってるらしいけど、ね、意外にやってる。意外にやってる。そう、みんな結構合ってる。これ。うんうん。そうそうそう、意外に。そう。っていう結果が心理テスト、色彩心理で出ましたよと。うん、で、今回なんとですね。はい。ダーシメ。初めてのダラシメで略すんだけど、ダラシメダラシメで略してんだけど、たまにね、そのダラシメの名物企画となる心理テスト、これはもう完全なる心理テストでございます。心理テスト、イエーイ、イエーイ。で、まあ、あのですね、まあ、心理テストを調べた、結構調べたからなのか、まあ、結構な個数 Google Chrome で最初に検索したら出てきまして、下の方とかにちょんちょんと毎日って、はい、それを保存しているうちにいずれかですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20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 ,
い、でそのうち、まあ言葉だけでできるやつと画像を使ってやるやつ、まあその2つを今回はやろうかなと思います、うんうん、なるほどなるほど。そう、今回はそのうち、まあまず最初にまあ、買い物関連で、まあ、何かが分かる心理テストをやろうかなと思います。イエーイ、まあ多分画面にも載ると思うので皆さん行ってみてください。では早速参ります。はい、想像してみてください。予想以上のボーナスを得たあなたはショッピングへ出かけました。はい、あ、今日はいい買い物ができたとあなたがすっきり大満足している理由は。A、 前から狙っていたものが買えた。 B、 自分にぴったりの品を見つけた。 C、 両手に持ちきれないほどもらえた、あ、買えた。 D、
誰かへのプレゼントが買えた。4択でございます。おー、なるほど。で、ですね、まあ、あの題名はちょっと見ちゃってるので、うち題名は見ちゃってるので、何を診断されてるのかうちは書いていますが、どれかはわからない。結果は見てません。ちなみにいつも通りです。なるほど、いつも通りですが、でちなみにそれを言うと、まあ、あの、まあ、分かる通り、まあ、20個保管してますけど、全部結果見てません。なるほど。全部結果見てません。見てないのか。一切見てません。やってないので、もう、うん。だから、たまに動画で消費するんだけど。なるほど。一人一人でやってる。そういうことか。そうそう、うんうん。で、4択と、前から狙っていたものが買えたか、自分にぴったりの品を見つけたか、両手に持ちきれないほど買えたか、誰かへのプレゼントが買ったか。はい、決まりました。はい。じゃあ、せーのに行く。はい、せーので行こう。はい。せーので、D。D。お、一緒？ B ではない。B ではないよね。B、D。D。DVD の D だよ。D、D、D。DVD の。みんな D か。まあ、いいか。うん。いいか。素直な回答だ。全員同じ。うん。まあまあ、じゃあ、まあ、いろんな人を見てくれてるかと思うので。まあ、ABCD 全部の回答を、まあ、軽く読んでいきたいと思います。まあ、選んでいない答え、はい、A を選んだあなたは、以前から狙っていたものを購入することができて大満足のあなた。で、ちなみに、それを読み合わせた。選んだ答えで、あなたの寂しがり屋さん度がわかりますと。おー、で、以前から狙っていたものを購入できて大満足のあなた。そんなあなたの寂しがり屋さん度は、20% 低めです。どんなことでも計画性のあるあなたは、たとえ寂しい気持ちになっても自ら盛り上げるポジティブな方法を知っている冷静なタイプ。意外と一人の時間も好きなのかもしれません。ということで、まあ、しっかりしたあなたは逆に寂しがり屋の友達が寄ってくるほどということで、 20% で結構低いだし、低い。なるほど、あ、ね、なるほど。若干嫌な予感がしてきたけどね。うん、嫌な予感がしてきたね。嫌な予感がしてきた。まあまあまあ、 B とか読んでいきましょうか。 B 行こうか。 B の答えの後は、まあ、寂しがり屋さんとは 40% と普通レベル。好き嫌いが割とはっきりしているあなたは、気のある誰かが数人いれば満足できるタイプ。大切な家族や大好きな彼ほど明確な相手がいるだけで心は充実せいようです。周囲からは大人っぽく見られそうです。ということで、まあ、ちょっと略したけど、まあ、B は 40%、うん、40%、 そう、 うんうんうん、なるほど、まあ、嫌な予感がしてきたね。まあまあ、あの前回のちょっと、うん、まあそうだね、前回だね、前回のそのラジオを撮った時にやった心理テストでは4択で順々上がってきたんだけど、順々、うん、じゃんじゃん上がってきた、ああ、だんだん上がってきたんだけど、うん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 、順々変なこと言った、だんだん上がってきたんだけど、うん、結局最後の4つ目がちょっと低くて、うん、3番目が一番高かったっていうケースがあったから、あ、まあまあそれは分かんないね。まだ分からない。まだ分かんない。まあまあ、じゃあ C いきますか。はい、 C いきましょう。両手に持ちきれないほどショッピングができて大満足だと。そんな後の寂しがり屋さん度は 70% とやや高め。いつも一生懸命なあなた、華やかな雰囲気もあるので周囲に人が集まってくるのでしょう。その一方、一人になるといきなり寂しくなって、誰でもいいからそばにいてほしいと気持ちが暴走するときも。ってことで、時には迷いが出てしまいそうということです。あれ？はい、なるほど。70%には派手だった。はい。ああ、なんかやばい気が。どうなんだろうね。いや、それは分かんない、分かんない。どうだろうね。まあ、まだ分からん、分からん。そうそうそう。いきなり急に、もっと低いとかっていう回答が出てくるかもしれないから、そうそうそう、もしかしたら 10% とか0とか出るか、0とか出てくるかもしれないからね。分かんない、分かんない、分かんない。じゃあ行きますね。はい。誰かへのプレゼントを変えたことによって大満足のあなた、そんなあなたの寂しい屋さん度は 100%。 自分よりも他人を優先することができて、いつも優しいあなた、ボーナスなどのお金が入って自由に買い物できるときでも、なぜか誰かの影が思い浮かんでしまいます。本当は一人でいることも好きなのに、なぜか周囲から嫌われないように努力してしまう癖もあるかもしれません。誰からも疲れ、いつも一定数の友達に囲まれているあなたですが、時には一人でもわがままに過ごす時間があると充実するかも。ということで、100% です。 100% でした。この3人は 100% だ。 100%
3人とも 100% か。3人とも 100% か、これ。いやキッズ。キッズ、全員寂しがり屋なわけやな。なるほどね。なるほどな。なるほどね。じゃあね、まあ、こんな感じで、まあ、1つ目の心理テストは終わりと。はい。うんうん、ですね。うんうん、まあまあまあ。本当にね、うん。いや、最近になった、最近になったなんか、うん、今お気づいたけど、なんか動画のサムネにこだわりだした。うん、サムネに。そう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 。おお。なんかね、こり始めて、サムネにこり始めて。うんうん、ああ。編集はね、あのなんだっけ、全部喋ってる声だけで面白さを伝えるっていう。声だけ？あ、そうなの。ほとんど何もやってない。そうそうそう、撮ってんだけど、あのまあ、うん、一部のやつは違う、あのテロップとかちょっと入れたりとかするけど、うん、そうそう、それは別として、うん、ゲームのやつ投稿した時にはだいたいうちカットとか、だいたいそっちの方を。ああ。だからあの、ね、編集時間は、動画の編集時間は20分。30分ぐらい、うんうん、でサムネに倍サムネサムネサムネ2回かちょっと長ったっちゃうと、うんうん、サムネ時間かかる、意外ね、いやうちなんか、ね、結構画像とかに結構凝っちゃって、動画の時間に出てきた、そっちにこだわっちゃう、なるほど、内容とかちょっとテロップ入れた後に、ポンってやったりすると、うん、なんかで、ね、結構ねバレやすいというか、あのなんだっけ、あの後輩になって、あのこいつめんどくさくなってんなみたいな感じのがね、ちょっとバレが後輩なんかテロップ少なくねみたいな、あザラにあったりする、結構意外にあるやつあるある、後半編集だらけになるやつ、そうそうそう、あるあるだから結構あるあるあるです、すごいか、まあね、そんな感じなんですけど、はい、まあですね、はい、実はもう一問用意しまして、はい、うち、はい、もう一問用意しまして、まあそのクイズってやつが、まあですね、ランプでわかる、ランプの画像を載せることによってわかる心理テストらしい、そう。ってことで、まあ文章をちょっと読んでいきましょうか。まあ多分画像、あと投稿された動画の下の説明欄に多分リンク載ってるので、ぜひ見てください。ってことで、暗闇では強力な音も、そしてデザイン性も優れたランプ、ランプの語源は古代ギリシャ語で、松明を意味するランプトから来ています。古くから人間の道を照らしてきたランプを選ぶと、あなたの近い未来の道が照らされるかも。で、今から画像を載せるので、直感で好きなランプを選んでくださいって書いてあります。ちなみに、あの、英語の発音に関してはうるさいので、ちょっと。発音。そう。ランプターとかって言う人期待だから、カタカナ読み機だ、それは、多分あの、なんだっけ、あの、動画に上がってる、あの、アナウンス、社内アナウンスの動画再現みたいな感じの動画見れば、あの、死んでわかります。あの、英語読みとか、声真似は結構凝ってるかな。こいつ凝ってるかな。じゃあ今ですね、 LINE グループ上に1枚の画像を載っけました。7つのランプの画像です。そのランプのやつから、まあ、数字を言ってってみたいな。おお、なるほど、まあ、ちなみにちょっと先にちょっと言ってしましょうかね、まあちょっとそんなに、まあ意識しないでほしいなって感じはあるんですけど、まあ画像に載っちゃってるので、はい、見ちゃいますわ。なんですね、これ未来が分かる、あなたの将来が分かる心理テストですってことだけはとりあえず伝えておきます。まああの、まあ、あの画像にさ、なるほど、Then scroll down to read about your future って書いたんだけど、まあ、about your future ってもう完全に将来あなたの未来についてそう、完全に書いちゃってるから、もう言っちゃってもいいと思う、書いちゃってるから、それ言っちゃってもいいから、ね、うん、分かる人多いから、じゃあこれかな、うん、
これかな、やっぱ。これかぶったらどうしよう、また。これでかぶるかな、ま、かな、でも7択やからな。さっき4択やったから。4択だったから。7択でかぶるのあんまないと思うんだけど、まあ、いや、なかなかないな。はい。せーので、3、6。お、よかった。お、分かれた。分かれた、よかった。キーちゃんは2、うちは3、ジム君は6だよ、ね、うん、そうだね、6、死ぬなと間違えそうになっちゃった、危なかった、危なかった。じゃあ、まあ、順番にいっていきましょうか。まあちょっと7つ選択肢があって、はい、全部を言うとちょっと面倒くさくなっちゃうので、まあ、見たい方はまあ下の段から見てくださいっていうのを伝えておいて、まあ選んだ2、3、6、まあ普通に順番に2からいきましょうか。もうなぜかというと結果見てないから、全部スライド数だけだから2から見ないと大変っていうとこあるんだけど、はい、じゃあいきましょうか、はい、いや、まあ、ちなみにこれはあなたの将来が分かる、 あなたの近い未来が分かる新テストらしいです。じゃあ2番を該当選んだあなた、はい、知り合い程度の人がとても親しい友人へと変化するでしょう。むやみな決断は避け、丁寧なコミュニケーションに時間を費やしてください。その人からとても大事なことを学ぶことができる暗示がありますっていうのが文章らしい。だから知り合いの程度の人がとても親しい友人になるっていうことは、いうことはよ、ってことは今話してるうちらもとても親しい友人になる可能性もあるってことだよね。何言ってんだうち。何言ってんだうち。なんで盛り上がってる、うちだけ盛り上がってる。本人一瞬黙り込んじゃったよ。黙り込んじゃった。まあね、知り合い程度の人がとても親しい友人へと変化する可能性があるってことだね。うんうんうん。なるほどね。じゃあ、なるほど。じゃあ続いて。続いて3番うち、うん、あなたが最近下した決断は正しいものです。他の人はあなたを疑いますが、時が経てば彼らが間違っていたことに気づくでしょう。意見を聞く人を選び、あとはあなたの直感に従って行動すればうまく ことが運ぶでしょうって書いてある。なるほど、うん、嘘ついてない、それ嘘のもん読んでない。その文章が間違ってないか。いやあのね、あんまり言いたくねえんだけど、うん、あのね、まあ今6月なわけじゃん、6月の8日、うんうん、なわけじゃん、うんうん、実はですね、まあ、まあ皆さんはね、多分視聴して皆さんは気づいてると思いますよ。あのですね、うん、今個人で活動してるわけじゃないですか。あのその前なんですけど、あのグループで活動してたんですよ。シドアメンバーズっていうグループで、うん、最近下した決断って言ったらそれなんですよね。そう、それを集まれないとか、そういうなんかそういう問題点がたくさんあるからやめようっていう決断をしたのはうちなんですよ。なるほど。最近あった決断それなんですよ。だから合ってるかもしれないの。そうなの。なるほど。そうだから、ちょうどもう少しで1ヶ月経つ、うんうん、5月19日で辞めてるから、そう1ヶ月経つんだけど、最近下した決断ってそれしかなくて、うん、あ、なるほど。意外に合ってんのかなみたいな感覚になって、合ってんのかな、合ってんじゃないかな、分かんないけど、分かんないけど、そう、なんか最近下したのはそれしかないわ。なるほど。何もなんかやってないし。やってないし。そうですね、まあじゃあ6番いきますか。6番のダンプを選んだあなた、はい、あなたの未来はまさに今までの集大成といったものになるでしょう。あなたがコツコツと努力してきたものが実を結ぶ時は近いようです。ああ、なるほど、以上ですね。ああ、ですね、はい、あの、はい、今ちょっと思ったんですけど、あの、うん、2番目は5行、あのスマホでね見てんだけど、2番目は5行、3番目はまあ5行
ちょっと6秒目に入ったぐらいかな。うんうんうん。そうですね。6番、あの、4行しかないです。少ない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 。なるほど。なんでこんな6番少ねえの6番少ねえ。単純か。ないよ。ってことで、まあ、集大成、なるらしいです。なるほど。努力した結果が実るんですね。そう。7とか。なるほど。じゃあ、努力してない、努力してない私は何があるんですか。まあ、7で積み重ねているものがいくって、いつかは実を結ぶっていうことに。なるほど。なるぞ。こちらね。まあ簡潔にまとめてしまうと、まあ、ジム君は、まあ、身を結ぶ時が来る近い、うんうん、うちは最近下した決断が正しいものだと、でうちの直感にで行動すればうまくことが運ぶと。なるほど。確かに最近なんかこうなんかいいかな、調子いいかな最近おお、そうそうそう、あの一時期の今年の1月、2月ぐらいの時に持ってきてるから今その時が今一番調子良かった時なんだけど、多分うんうん、うん、調子が良かった時なんだけど、そうなるほど。で、キーちゃんは、まあ、知り合い程度の人が親しい友人へと変化するかも、うん、かもかもあのリアルな方、リアルな方、リアルな方、うちらは多分分かんないかもしれないけど、うちらは、うちらはなんか小声でなんかうちだわ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 ってなんかずっと言ってるなんで現実飲もうみたいな感じになっちゃってるのうち怖い怖い怖い勝手になんかなっちゃってるけど本当に。まあね、今日はこれでおしまいです。短いけどちょっと短いけど、まあまあまあ、短いけど短いけどしょうがないけどね。結局始まった、うん、そうで、まあ結構集まれる時があったら、まあ、この3人とかもしかしたらちょっとずつなんか、うん、まあグループ活動じゃないけど、うん、ちょっとなんかね、あのなんかよくあるじゃん、なんだっけ、実況とかでもさ4人実況とか3人実況とか、うんうん、たまにポン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 ってなるやつ、ああいう感じみたいな感じになるかもしんないので、まあ定期的にチェックしてねって、うんうん、うちのチャンネルはチェックしてねみたいな。あとね、なんかね、ジム君のチャンネルとコラボでなんかやりたい。なんか一本、なんかさ、相手のいい、ね、動画と一本と、うちの動画一本みたいな感じのやつやりたい。うん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 、YouTube で。なるほど。よくあるやつ。あるあるだな。やりたいわ。やろう。その前に、そう、あの、なんかいろんなやつしてね、あの企画を。うん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 。企画を持ってこよう。そうっていう感じかな、もう本当に。まあちなみに、まあこれ、まあ投稿されてる、あの来週ぐらいに多分投稿されると思うんですけど、うん、ちゃんと収録されてるはずなので、今日は収録されてるはずなので、はいはい、設定ちゃんと直したから投げられると思うんだけど、うん、まあですね、まあ今この3人で関わってる人が一人もいないんですけど、重大発表があります。お意外にそのラジオのところにさらに重大発表も載ってあって、ちょっと読んでる感じはあるんだけどまあですね、まあ、うちのというか、まあこれからこのチャンネルを見てくれてる方へのまあ応援ソングといいますか、そういう曲をまあ去年じゃねえや、今年のまあ4月5月とかぐらいから徐々に進めてきた、タイトル、まあ、白雨デイズかダラシメデイズかわかんないですけどまあもしかしたらダラシメデイズになっちゃうかもしれないね、この白雨メンバーズが解散された以上そうなっちゃうかもしれないけど、うん、まあ曲を7月7日の七夕の日に投稿します。イエーイ。そう、でしかも曲だけじゃないのよ実は。おう、ここまで構想が長く続いたっていうのはわけがありまして、ですね、うんうん、PV 形式にして投稿するということで、さまざまな方にちょっとお世話になってますよ、うん、本当に、うん、計うち作詞含めて4人に
4人とのコラボで実現する、まあ、やつなので、まあ、ぜひ見てくれればなと思っています。本当に、はい、重大なやつですよ、すごいやつですよ、もしかしたらうちの動画というか、うちが投稿されている動画で一番のクオリティになる可能性もあるから。おわかんないけど、それなんか今作ろうとして編集かけてる人にちょっとなんかあのプレッシャー上げよう上げそうな気がしてる。勝手に本当にね、まあ、いやいや、まあそんな感じでございまして、うんうん、ね、いや今日は疲れたね、疲れたねというか楽しかったね。楽しかったよ。楽しかった。疲れたって疲れたっつうの今。振り悪かったな完全に。まあそんな感じでございまして、まあちなみにもうですね、実は次回だらしめやる人は決まっておりまして、珍しいでしょ、あのいつもねだらしめあのその週終わった後にあの自転車に参加募集かけるんだけど、いろんな人にあげるみたいな感じのこと聞くんだけど、次回はね決まってるんですよ、実はやっぱ初かもしれないけどね、ピークスってご存知てか、もう LINE でね、結構ね LINE で Twitter でね多分見てたらね結構な人分かる可能性もあるんだけど、7とかで活動してたらみんな知ってるかもしれない。まあ月夜くんと風パルくんと、あ風川ちゃんと、空月なのかもな、空青天なのか読み方よくわかんないけど、育てなのか、あの漢字書いてあるとよくわかんないんだけど、その3人がやってる TX っていうねグループがあるんですけど、そのグループとうちがコラボします。おお、そうです、そうです。まああのですね、まああのグルゾンチーム with B みたいな感じで TX with A みたいな感じやってるんだけど、あのツイッターのね DM のねあのグループのタイトルそれにしてんだよね、 TX with A。 そうそうそう、ちなみにあのうちらはあの生地飴になってるけど、あの生地付き飴、まあ月は、まあ、3人活動かもしれないから生地飴になってるんだけど、なかなかね編み生地だとちょっとなんかうんって思ったから生地編みになってるんですけど、まあそんな感じですね。まあ、ちなみにじゃラストクイズとして、もうラストクイズとして書けるわ、まあ、動画に載ってるんだけど、正直言うと動画に載ってるんだけど、あのアメミズちゃん、アメミズちゃんの名前の由来は何でしょう。意外に分かんないでしょ、名前の由来。だって正直言ってさ、雨水、まあ雨水って言ってるからいいけどさ、普通に読んだ雨水茶じゃん、うん、うんうん、雨水なのにお茶っていうよく分かんないでしょ。うん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 、じゃあジムくん、アカウント作った時に周りにあったもの。おお、でも雨降ってない限りずっと。雨降ってたんかな、作った時に。キイちゃんは、うん、好きなもの、ものっていうか、雨と水とお茶が好き。ああ、なるほどね。確かにうちウーロン茶と緑茶とあのジャスミン茶よく飲むから確かに。おーおーおー、飲むから、ね。お茶大好きや。実は違うんです。おお。まあ理由はすごい深い話題、まあ、なるんですけど、まあね。はい。うちが見てた動画のその好きな人のやつ名前にはるちゃさんっていう人がいたんですよ。ほう。ほう。でそれをもじって、まあなんか名前つけたいなって思った時に。もともとは、まあ、うちの今のその今の動画のフォルダーの名前にもなってるんだけど、キットンハルチャっていう、キットンひらがなでハルチャは漢字みたいな名前にしたのよ、一回。なんだけど、ちょっとしかもなんかキットンって名前しちゃうといるし、
ハルちゃんって名前はもちろん言いたいな人いるし、みたいな感じで、ちょっと、なんかね、で、簡潔な理由なんですけど、アカウント被らない、LINE で Twitter で検索した時に一人しか出ないみたいな感じの名前にしたいなと思って、結果にアメビーちゃんになりました。なるほど。そういうことか。正直言って、正直言って、名前つけた時に雨降ってれば合ってるのよ。あやっぱ雨降ってたんだ。雨水茶だとちょっとなと思って雨水茶っていう名前にして、それが来た。完全そう。なるほど。っていうのを、まあ、多分どっか第何回かに話してますか。タイトルそれになってるのは多分きついと思うけど。そうそんな感じですね。はい。まあ、ラストクイズも終わったってことで、はい、まあ、今日は結び入れましょう。結び入れましょう。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。